はい、こんにちは、こかめです。今回はみのりの XS 修正テープを紹介します。とても小さい修正テープとなっています。みのりの XS シリーズハサミも紹介しました。すごくコンパクトなハサミです。トンボのモノノートと比べるとこのような感じで、モノエア詰め替えタイプと比べるとこのようにすごく小さいものとなっています。すごくコンパクトで持ち運びに便利です。真っ黒だったんですが透明になっていて、残量が分かるようになっています。で、形は変わってないかなと思います。で、ここのキャップを取ると使えるようになっています。ただもう一個変わっている点があって、ここのヘッドの部分が透明になりました。これによって下地が見やすくて引きやすくなっています。このようにパッケージもすごく可愛くて、 4.2 メートル巻きで 5 ミリのテープ幅となっています。使い切りタイプですね。ちょっとこことかここ目立って削れています。ところどころ若干削れている部分もあります。でこの3つの中で言ったらあんまり良くないかなって思いました。やっぱり引き味はトンボのモノエアが一番良くって、でモノノートもね結構こう軽い力で引けたんですが、緑の場合はそんなに軽い力でも引けないし、ちょっと削れる部分が多かったかなって思います。テープが浮いちゃってしっかり貼れないっていうのも削れてしまう理由かなって思います。私が持っている修正テープで比べてみたらあんまり良くなかったんですが、このコンパクトさに限ってはこう唯一無二な感じがあって便利です。ご視聴ありがとうございました。では。